室蘭民報は、北海道室蘭市に本社を置き、いぶり総合振興局と、日高振興局管内を対象にした、日刊新聞、日本新聞協会加盟者。1902年創刊の室蘭時報がルーツ。1941年には、政府の一県一市政策により、室蘭タイムスと合併、室蘭日報に解体するも、その翌年には道内に点在するローカル市がすべて、 統合されたことで一時廃刊となる。戦後間もなく、地元経済団体らを中心に、地元市復活の機運が高まり、1945年12月8日、北海道内のローカル紙のトップを切って、室蘭民放の第号で創刊。1956年からは長官に加え、有刊を発行。現在、都道府県庁所在地以外に本社を置く、新聞社で、 朝夕間セット発行を行っているのは、全国でも室蘭民放社だけとなっている。なおエリア内には、同じ民放を関する苫小牧民放があるが、一切資本関係はない。日高管内の地域市である、日高放置新聞とは提携関係を結んでおり、記事の相互交換を実施するほか、日高支社も同志の本社内に同居している。発行部数は、長官6万3000部。 有刊52,630部。室欄、上り別の領市内に限れば、北海道新聞の購読者数を上回る。最大印刷ページ数は24ページ。このうちカラー印刷は、最大8ページ。2008年元単語は8部だけ総ページ数82ページだった。2009年元単語より、創立65周年を記念して、第5レイアウトを変更した。 ありがとうございます。